ができたり、川のお魚なのに海に逃がすことができるとこだよね。なんでだろうね、あつ森の島の周りの海って全然しょっぱくないのかな。塩麹小さじ1杯くらいしか入ってない塩味なのかな。ではまず最初の実験だよ。このすっごく大きいマンボウをめちゃくちゃ小さい池に逃がすことはできるのか。さあこのリッキーの尻尾よりも小さい池に放つことができるでしょうか。あ、できない。逃がすっていう項目がまずない。あ、ダメなんだ。そうだよね、さすがにマンボウここには入らないよね。あれ、クマノミもオタマジャクシも逃がされない。小さいのにな。じゃあもう少しだけ穴を掘ってみよう。これだったら、あ、ダメだ。へえ。じゃあもう一回穴掘って、もうちょっとだけ広げてみて。あ、ダメだ。じゃあもうちょっとだけ穴広げるよ。あ、ダメ。角が丸くなっちゃったからかな。ちょっともうちょっとちゃんと穴掘るよ。こうすると、あ、逃がされる。へえ。縦に横にの正方形だったら大丈夫なんだね。っていうか大丈夫ないでしょ。どう考えてもマンボウは入らないやつだ。マンボウを逃がす前に鼻ひげウツボを逃がしてみよう。本当は海のお魚なんだけどね。さあ今回は遠くに離れて、しかも後ろ向きに逃がしてみるよ。大丈夫なのかな。おお、こんなに離れて大丈夫でしょうか。しかも後ろ向き。いくよ、ほい。わあ、後ろ向き飛んでった。ちょっと気持ち悪い。ちょっと見にくいから今度横向きからね。これだけ離れてみて、ハリセンボンを逃がします。しぼんだハリセンボンでした。めっちゃ飛んだな。次はリッキーの頭の上からお魚を逃がしてみるよ。さすがに住民の頭の上は無理かな。え、逃がすことできる。じゃあ逃がすよ、ほい。あー、リッキーの頭の上を飛んでた。なんかちょっと濡れたでしゅ。じゃあお待ちかね、マンボウを逃がしてみるよ。そもそもこの池よりマンボウは絶対大きいから逃がすことできるのかな、本当に。それとみんまる、一個気になることがあるんだよね。マンボウいつも左向いてんじゃん。だから左側から逃がしたときさ、右向きのマンボウが見れるのかな。それともお尻から逃げていくのかな。じゃあ逃がしてみるよ。じゃあね、バイバーイ。海水魚のマンボウ、いってらっしゃい。あー、右向きマンボウ、めっちゃレア。そして明らかに小さくなったでしょう。ほら見て、比較してみたら完全に小さくなってる。体を小さくすることができる特殊能力があるマンボウでした。オタマジャクシ生息地池だよね。本当に海に逃がすことできるかな。できた。大丈夫ですか、オタマジャクシさん。次の実験ね、ヒラメを逃がすんだけど、ヒラメはもちろん海水魚だよね、海のお魚さん。そしてミムアル、すごいことを考えました。海水魚を川と海の中間から逃がすってしたら、どっちに逃げると思う？中間だったらもちろん海水魚だから海の方に行くよね。ミミマルは海と思います。みんなはどっちですか？じゃ、逃がしてみるよ。いってらっしゃい。川、好奇心旺盛な魚たち。リキとモモコのお庭にクマノミニーがそっと。え、飛んだ。陸地をまたいで飛んだ。え、ミミマルの前の細い川のところに落ちると思ったら、お魚さん飛び越えていきました。え、すごい。激レアショット。海の幸でもここに逃がされるかな。ほい、あ、やっぱりジャンプした。ホヤがピョーン。よーし、こうなったらジンベエザメもここに逃がしてみよう。えい、わー、ジャンプした。すごいショット。お花の上を飛んでいくジンベエザメ。あぶ、ミミマルはなんてことをしてしまったんだ。リッキーとモモコのお庭にジンベエザメ放ってしまった。モモコ、危ないからリッキーと一緒にここで遊びとかしないでね。ジンベエザメ出てくるよ。ミミマル痛恨のミス。島民代表失格です。みんなも川で遊ぶときはジンベエザメに気をつけてね。あ、ワカメは逃がすじゃなくて戻すっていう表記なんだ。へえ、謎のこだわり。ということでみんなもいろいろ試してみてね。あー、つまりってまだまだ発見がいっぱいあるの。いくよー、パパマリ。いっぱい逃がそう。そうね、リッキーちゃん、あたいもそう思うわ。あとコメントも返してくれたら嬉しいでしゅ。そうね、とっても嬉しいわよね。僕お返事書きましゅ。あとグッドボタンも押してくれたら嬉しいわよね、リッキーちゃん。いいねでしゅ。みんなからの応援嬉しいでしゅ。そうね、とっても力になるわよね。